皆さんどうも、今回はラリーガ16節のビジャレアル対レアルマドリードについて話していこうと思いますので、最後までお付き合いいただけると嬉しいです。では早速やっていきましょう。まずはビジャレアルのハイプレスから話していこうと思います。ビジャレアルは後半の頭にハイプレスから先制点をもぎ取ることに成功したんですけど、これはもう前半からずっとハマっている状況下で、やっと後半の頭にそのハイプレスを行っていた結果が出たなと感じるものでした。基本的にハイプレスを仕掛ける場合は、基本的にここにあるように、逆センターバック、じゃあ例えばアラバがボールを持った時にはメンディに対してはチクエゼ、クロースに対してはコクラン、でチアメニに対してはモレノっていうつながりを作っていきます。で基本的にウィングに対しては必ずサイドバックを、当てはめる形を、ビジャレアルは取っていました。でそして逆のウィングは、リュディガーを見ながらミリトンへの牽制も行えるような立ち位置を取っていました。で基本的にモドリッチに対してはバエナーがずっとついていく形を、作り出しておいて、先制点のビジャレアルの先制点のシーンにもあるようにバレホがボールを奪う場所、カバーリングとボールを奪う、入ってくるパスを奪う役割を担っている印象を受けました。だから先制点のように基本的にずっとプレッシングをかけて相手の時間を奪っていくんですけど、このアラバに対して誰が出ていくかっていうのが一つのポイントになっていて、モレノが出ていくこと、もしくはコクランがクロスを捨てて出ていくことっていうのがあったんですけど、ここではコクランが割と出ていくことが多かった印象です。でコクランが出ていくとこのモレノが、クロース、近くのクロースを意識するような立ち位置、チュアメニに対してはモドリッチを外しながらバエナが出ていくような形を作り出していました。でそうすると空いてくるのが、クロースになるんですけど、ここのクロースに入ってくるパス、逆だったらチュアメニ、もしくはモドリッチに入ってくるパスをビジャレアルはしっかりと狙っていました。だからここのメンディにもしっかり、チクエゼがプレッシングをかけることで、ここのメンディに対するプレー精度を下げる守備を行っていたので、ここのパスミスが響いてバレホがしっかりとボールを奪って、でそのままワンタッチでモレノに出したっていうのはかなり良かったと思いますし、で逆のピノがリュディガーの、マークのためにここまで入ってきていることで、モレノがここでボールを受けるとリュディガーはこっち側に来るので、そうすることによって空いてくるのがやっぱりここになっていて、でモレノはやっぱりいろんなところが見れる選手で、ここにパスを出してピノがそのままゴールっていう風な形を、作り出していました。ハイプレスのこのつながりと、でいつどこどのようにしてどのタイミングで、そのつながりを外して他のつながりを作っていくかっていうのがめちゃめちゃビジャレアルは良かったと思いますし、レアルマドリードの選手の方がワールドカップ最後まで残っていたり、多くの選手がワールドカップに出ていたっていうのもあると思いますけど、かなり体が重そうでしたし、プレーの精度がいつもよりも低かったなっていうのはとてもとても感じる一戦でしたし、あのようなミスが出るのはやっぱ疲れはあるのかなと感じざるを得ない、失点だったのかなと思います。はい、もちろんビジャレアルがしっかりとハイプレスを用意して、でそれを実行していたっていうのもめちゃめちゃ良かったなと思いました。で次ミドル、ビジャレアルの次はミドルプレスについて考えていこうと思います。こちらは、ハイプレスを仕掛ける、もしくは、ずっとハイプレスを仕掛けれる状況じゃないので、あるタイミングでやっぱりミドルプレスにも、移行するっていうのも、ビジャレアルがしっかりと用意してきたことだと思います。でここにあるように基本的にメンディだったりミリトンだったりにはやっぱウィングが下がってしっかりとマークを行っていましたし、引き続きバルデルデとベニシウスにはホイスとモレノがしっかりと、ついていく状況を作り出していました。で、ここでもアラバがボールを持っている図になっているんですけど、アラバがボールを持っていると基本的にモレノはチュアメニとクロースを意識する立ち位置を取っていました。で基本的にはクロースに対してはコクランが割と意識して、立ち位置を取っていましたし、でバエナーとパレホでモドリッチをぼかしていこうっていう、守備設計がされていました。でそうするとやっぱりアラバはパスを出すところっていうのがなかなか見つからないので、次のようなパスの動かしになることが多かったです。それが、アラバからリュディガーにボールが出た時です。で基本的にアラバのパス出しの方がやっぱ上手なので、モレノが割と牽制をちょっかいをかけるような状況下でアラバから
リュディガーにパスを出させるような立ち位置が多かった印象を受けました。で、そうすると、リュディガーがフリーになるんですけど、まあ、ここで、大事なのは、モレノが早めにチュアメニまで下がってくることっていうのもかなり、精度が高いというか、強度が高かったですし、で、ここで、リュディガーとバエナのつながりができます。で、ここでリュディガーが持ち出してくると、バエナが出てくるんですけど、そうすると、モドリッチに対してはバレホがずれて、で、クロースに対してはコクランが、まあ、つながりを若干持ちつつなんですけど、バレホのカバーにコクランが入ってくるよっていうような形を作り出します。で、ここの、バエナの寄せがかなり良かったので、リュディガーは結構困っていることが多かったですし、まあ、それでも、レアルマドリードが、しっかり回避できていた、回避できる状況を作れていたのは、このモドリッチとバルデルデの入れ替わりと、そこに絡んでくるベンゼマのヘルプがあったからで、基本的にここの、やっぱりバエナとリュディガーの距離ができているので、例えばバルデルデが入ってきて、モレノをしっかりと内側に寄せといて、で、ミリトンがグーッと上がればピノもついてくるので、モドリッチが、ここにずれてくればパルホも割と動かすことができて、で、ここからベンゼマが降りてきて、リュディガーから縦パスを引き出す。その中で、モレノをしっかりとバルデルデで内側に引っ張り出しているので、こういうパスで抜け出すっていうシーンもありましたし、まあ、このような状況を作り出すことができれば、レアルマドリードはしっかり前進をすることができたんですけど、まあ、それも何回かありましたし、でもバエナのこのリュディガーへのプレスのかけ方っていうのはかなりうまかったので、まずこの状況をあまり作り出せなかったっていうのが少し、レアルマドリードが苦しんだ一つの要因になっているんじゃないかなと思いました。まあ、もちろんここでベンゼマが受ければ、まあ、コクランが寄ってくる分、クロースがレイオフでボールを受けることができていましたし、その、セカンドラインを超えた時の設計っていうのは、とてもとても、個人としても、チームとしても良かったんじゃないかなと思いました。はい。で、次は、レアルマドリードの守備と、ビジャレアルの攻撃について話していこうと思います。はい。で、ビジャレアルは意図して、この白のエリアのスペースを作っていました。じゃあ、どのようにしてそれを作っていたかっていうことについてを今から話していこうと思うんですけど、これは、列上げと列下げがかなりポイントとなっています。で、なおかつ、ここの、バルデルでチュアメニクロースを動かしておいて、スペースを作っていきます。じゃあ、どのようにしてそれを作っていたかというと、まず、トーレスに対してスペースを作る方法は、モレノがかなり上がってくることで、バルデルデが、サイドバックの位置を意識して守備を行うので、かなり下がることが多くなっていました。これはどの試合でもバルデルデは、サイドバックの選手を意識しながら守備を行うので、このような状況下になることが多かったです。で、ピノが割と内側に入ってくることで、ミリトンをピン止めします。まあ、その時に結構ピノが、このリュディガーとミリトンの間に入ってくることで、まあ、この2枚をピン止めするっていう状況下も結構ありました。で、ここのピン止めを行った中で、じゃあ何が起こっていたかというと、まあ、トーレスがここでオープンな状態でボールを受けることができるようになっています。で、そうすると、このバエナが、このチュアメニを引っ張り出すために、ここに入ってくること、ライン間に入ってくること、まあ、もしくはリュディガー側に出ていくことがかなり多くなっていました。そうすると、チュアメニがバエナまでついていくことが多くなるので、まあ、もしくはここの手前から背後に潜られるので、チュアメニは2、3メーター、ポジションを下げることが多くなってきます。そうすると何が起こるかっていうと、このモレノがこのアラバから離れながら、パスを引き取ることっていうのがかなり多くなっていました。で、このモレノが離れた時にアラバがついてくれば、まあ、それで完結はすることは多いんですけど、まあ、なんせこのモレノが下がった時にさらにもう一個コクランがここまで入ってくることで、クロースをさらに下げることっていうのもかなり行われる、攻撃の組み立てでした。で、そうすると、トーレスからモレノにボールが入るので、で、これで前進して、このモレノから、攻撃を組み立てていくんですけど、その時に前にいるのが、このモレノ、ピノ、バエナ、コクラン、チクエゼのこの5枚プラスモレノで、しっかりと、パスコースを作りながら、で、なおかつ前向きの状態、いい状態で攻撃を仕掛けることができていたので、ビジャレアルはかなり早い攻撃を仕掛けることができるようになっていました。で、なおかつ、このズレを作るための5枚が揃っているので、このモレノからパスが、まあ、いろんなところに出て、攻撃を仕掛けることっていうのができるようになっていました。まあ、このようにして攻撃を仕掛けて、ビジャレアルはレアルマドリードのゴールに迫っていって、まあ、アラバのハンドはちょっと気の毒でしたが、まあ、それでもしっかり内容的に
とてもいいものだったと思いますし、レアルマドリードに対して、しっかり立ち向かって、まあ、ホームゲームだったんで、ホームらしい戦い方で、勝ち点3をもぎ取ったっていうのはかなり自信になるんじゃないかなと思いました。はい。で、レアルマドリードなんですけど、まあ、かなり疲れがあって体も重そうでしたし、まあ、ちょっと心配になる試合内容でしたが、まあ、レアルマドリードはレアルマドリードなんで、まあ、なんだかんだ立て直して、で、試合に勝ち続けるんだろうなと思いますし、まあ、それぐらいいろんなものを超えてきた選手たちが揃っているので、まあ、これから先レアルマドリードがどのような戦い方にシフトして、まあ、守備の修正も必要だと思いますし、まあ、そこをやりくりしながらアンチェロッティ監督はうまくシーズン進んでいくんじゃないかなと思います。はい。本日も長々と喋らせていただきましたが、今日はこの辺りで終わろうと思います。チャンネル登録と高評価していただけると嬉しいです。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。